ジェイク・スコットはアイダホ・シュール・イストン出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはガード。アイダホ大学ではトム・ケーブルヘッドコーチの元、4年間ライトタックルとして先発選手を務めた。また円盤投げと砲丸投げもいった。2004年の NFL ドラフト5巡目にインディアナポリス・コルツに指名されて入団した。2004年には9試合で右ガードとして 先発出場2005年には全16試合に先発出場し14試合で右ガード2試合で右タックルを務めた2006年も全16試合に先発出場し2007年2月のシカゴベアーズとの第41回スーパーボールでも先発し優勝を味わったコルツでは4シーズンで57試合に出場した2008年3月10日 テネシー・タイタンズと1年あたりおよそ500万ドルの契約を結んだ。タイタンズでは4年間連続で全16試合に先発出場した。2012年11月12日、フィラデルフィア・イーグルスと契約を結び、ダニー・ワトキンスが負傷した後、7試合で先発出場した。2013年6月4日、デトロイト・ライオンズと1年契約を結んだ。ありがとうございます。